見方って人それぞれじゃない。静かに聞く人、暴れる人、なんかすごい拍手めっちゃ大きい人とかいるじゃないですか。上坂さんと私隣に会って関係者席で見させてもらったんですけれども、なんか二人ともね、関係者席だからみんな静かなのに、二人だけすごい体を動かしながら超楽しんでました。なんか振り付けとかが結構アバンギャルドさんの曲って、振り付けというか、まあ簡単な手を動かしながらっていうのがあるんですけど、そういうとこもちょっとやったりだとかしながら、暗がりでさ、アーティストさんの照らす光が客席にも当たって客席の人の顔が見えるの分かります？あの感じで上坂さん見るの最高だったよ。上坂さんファンはクソお見様って思ってるかもしれないけど、最高だったよ。この曲ではこんな顔して聞くんだとか、楽しんでる時の体の乗り方こうなんだとか、あの MC の聞き方こうなんだとか、普段喋ってるのとはやっぱちょっと違うじゃない。そのこうライトに当たりながらいろんな表情する上坂さんをチラチラ見てたわ私は。もちろんライブも楽しんでたんだけど、上坂さんをね、そのライブの時の上坂さんってなかなか見られないじゃない。ライブに出てる上坂さんは見られるけど、人のライブを見てる時の上坂さんを見られることってあんまないと思うので、貴重だなって思いながらニヤニヤ見てましたけれども、まあ目をキラキラ輝かせてね、すごい可愛かったよ。本当に素敵だった。でその日の上坂さん